今回は僕がオランダで一人暮らししてる部屋のルームツアーをします。キッチン、リビングもね、すごい広いんですけど、何が気に入ったかって言ったら、このでかい窓がよくって、で、そのオランダって冬とか全然日が出ない、まあ今日とかもそうですけど、すっごい雨とか日が出ないんで、少しでも日を取り入れられるような窓がでかい方がいいなと思って気に入ってるポイント。なんかインテリアとかはね、多分ほとんど IKEA で揃えられてるような気がしますね。で、これいい感じのダイニングテーブルセットなんですけども、完全に仕事場と化していますね。汚いだからご飯とかを食べるときはここで食べてますね、完全に。で、何から紹介しようかな。そう、これね、よくヨーロッパにあるあったかくなるやつ、オイルヒーターかなんかなんですけど、最近寒すぎてそれ使おうと思ってここひねっても何もあったかくならんかったまあちょっとガス代が今高いんで、まあ、別に使うつもりは元からなかったんでいいんですけど。で、ここの家賃はその全部インターネットとか電気代とか水道代とかガス代全部込みで20万なんですけど、もしその使用量がオーバーしたら追加費用ってことだったんで、ビビりながら使ってます。で、ここは多分ね、テレビとかがオプションで付けれたんですけど、僕は高いから付けんくて、それが置かれるはずの場所やったと思います。で、このプリンターはこっちに来て買いました。まあ、言うて安くて、レビューがいいやつ買って、3、4000円ぐらい言うて。でも、すごい高性能で、これスキャナーも付いてるんですよ。あ、なんか、仕事で使ったやつが入ってるけど。なんかそのプリンターの用紙とか、なんか色鉛筆とか、ガムテとか、スティックのり。なんかこの辺雑貨ですね。あと、冷却紙。冷却紙、日本から持ってきた。ここじゃないやろな。で、これスピーカー。うわ、なんかすごいホコリ。やばい、バレた。この台の上掃除してないのバレた。で、ここすごいホコリが多いんですよ。よく動画で待ってると思うんです。これ iPhone のスピーカーで、こっちで買ったんですよ、Apple Store で。めっちゃいい、これ。ちっちゃいからどうなんて思ってたけど、めちゃめちゃ音広がるし、十分この広さでも聞こえる。まあ、1万5000円ぐらい。まあ、日本で買った方が安いとは思う。で、ここは、すごい思想の強いコーナーで、お守りめっちゃいっぱい置いてるコーナーなんですよ。こっちに来る、オランダ来るときに、まあ、いろいろ家族がくれたやつを並べてます。まあ、多分神様が喧嘩しまくり。これね、宮崎の、それ僕実家、オランダ来る前ですごい、1ヶ月ぐらい実家にいたんですけど、宮崎の有名な、なんとか神社っていう、なんかうさぎさんが祀られてる神社があって、で、僕今年、で、年男で、で、その神社も人気らしくって、で、参ったんですけど、参った。これはなんかお金を入れたら、なんかお金、金アップするよみたいな袋、巾着で、可愛いよね、これ。姉が関東に住んでるんですけど、そのオランダ行く時の乗り換えで羽田に着いた時に家族で迎えに来て、送り出しに来てくれて、でなんか羽田神社で買ってくれたお守りとかもくれました、大量に。めっちゃ嬉しい。こんないっぱいありますよね。羽田に神社があるらしいですね。羽田の御朱印帳、僕別で持ってたんですけど、可愛いよね、これもくれて。うわ、なんかこんなんでした。羽田神社のなんか御朱印がついてる、かわいい。これ夏詣っていうね、ロゴが今っぽい。どこもね、今デザインが入ってるんですよね、神社さんとかもね。これ姉がくれたポストカード、まあ裏にはメッセージが書いてるんで読まないですけど、感動的なことが書いてありましたたまに見返す、そう、落ち込んでる時にね。で、あとこれは元からこの家にあったライト。これね。これね、僕、ヒノキっていうね、好きなブランドのハットなんですけど、それをどうしても被りたくてこっちで持ってきたけど、一切まだ被ってない。なんかね、型崩れするのが嫌やから、ちょうどいいからこのランプに乗せてる。ここやば。で、これ、三脚と、これヨガマット、肉厚の、時々筋トレ、タクトレしてるんで、やっぱ精神をね、こう、
ヘルシーにするためにも、ヨガはやってないけどね、筋トレしてる。で、三脚。これ超優秀。撮影用に買ったけど、上に、あれ、カメラつけれるやつがあって、で、伸ばせる。結構高くなります。で、これ、前、購入品紹介でした。LED ライト。これも超優秀。照明ですね。高さがこんだけ伸ばせれた。で、この辺は、机はもう仕事の道具って感じやな。そう。で、キャンドル。かわいいキャンドルです。これ。この間のファインストアで買ったキャンドルと、結構ね、もう使ってんだよね。匂いはね、正直そんな別にって感じやった。で、これはあの、アムステルダムのオフィーナみたいなとこで買った高いもんつ。でもどうしても欲しくてリベンジして買ったやつ。これでもめっちゃやっぱ高いから匂いがいい。でね、黒なんですよ、中。すごいいい匂いでもこれ。って感じ。完全にね、ここ、一人暮らしにするスペースじゃないっすよね。広すぎて。そう。で、これ食器棚で、これも多分ね、IKEA で、元から全部ついて、食器類もついてました。こんな感じ。で、自分が買った皿とかも入れて。と、下もなんか一応困難がありますけど、ここは一切今初めて開けた。で、あとこの辺、ぐちゃぐちゃっと。日々の使うものとかがありますね。充電エリアですね。本当はね、この机が、こっちにあったんですよ。これセットなんですよ、この机と。でも、邪魔くさいし、ちょうどいいエリアがあったから、これ電源のところに置きました。で、これはピンポン音が鳴った時にインターホンのやつですね。で、ここで応答したり、鍵、下の、一番下の鍵開けたりとかする、郵便局の配達が来た時とか。で、これなんか気温、今20度ってなってますけど、中はね、これ20までやから、割と暖かくはなるけど、言うて最近めちゃくちゃ寒いんですよ。で、なんかね、これ回すと、室内温度の設定みたいなのができるらしいんですよ。床下のなんかどうたらこうたらで。でもね、これいじってるけど、多分ね、あんま関係ないと思う。あんま威力を感じない。で、ここキッチンで、まさかのキッチンは4口なんですよ。これ。そう、一人暮らしでね、贅沢に。まあ、2口ぐらいしか使わんけどね。この辺も全部元からついてたやつ。コーヒーメーカーやろ。あとこの、給湯器と、で、あと、バナナとアボカド。この辺は薬ですね。この薬はサプリメントとか。でもね、お腹が痛くなったりして、こっちのサプリメント何個もね、試して、で、ようやくお腹が痛くならないサプリメントにたどり着くっていう、ちょっと一つ苦労がある。で、これは僕が日本いる時から飲んでたアマゾンで買えるミヤリさんなんですけど、整腸剤。これほんまにおすすめ。今まで付き合ってきた人とかお腹弱い人にも全員に勧めてるんやけど、軟便の人は硬くなるし、下痢の人、だから、でも下痢気味、便秘気味の人は出やすくなるみたいな超万能なやつ。で、僕やっぱお腹の調子が一番メンタルに影響するから、まあ不安障害、パニック障害にもね。これ欠かせない。だから、でもこっちで買えないから、日本にから来た友達に大量、に持ってきてもらってこの間それで補充しましたね。で、あとこの辺ちょっと汚いけど、もうね、調味料の置く場所がなくって、これハンドソープやろ、でこれ何やっけ、オリーブオイルやろ、でこれ洗剤やろ、で、そう、酢、みりんとか、これフィッシュソイス、何だっけ、魚の油、なんていうんか、ナンプラーとかいうやつかな、忘れたけど、とか自主用胡椒やろ。で、これは、ブラックペッパー、胡椒。で、これ、塩。で、コンソメ、スープの素。これね、すげえ優秀やった。超使える。最近よく、なんかよく日本やったらさ、中華、なんとかの素みたいな、あるやん、粉末の。あれの代わりにしようと思って買ったけど、超優秀。
で、これ宮崎の道の駅みたいなところで買ったニンニクとかも入ってる、なんか塩コショウみたいなんで超美味しかった。とこれは SB のはね、あれ何やっけ、七味、一味みたいなやつ、こっちで買いましたね、日本食でショップで。これね、でも塩コショウは最初は良かったんですけど、日本のやつでも、こっちで普通に塩とコショウを別々で使ったらこっちの方が美味しいからあんま使わんくなっちゃった。今はもうこのね、味が強いからこっちの塩コショウ使ってますね。で、この下はあんま見せたくないけど、他のいろんなもんが入ってますね、日用品、ゴミ袋とか。で、ここはあの食器洗、食器洗い機やねんけど、なんか電気代高そうやしめんどくさいから使ってない、普通に洗ったやつを入れてるだけ。2段ありますね。で、ここはこれも全部元からついててんけど、なんかオランダってね、その家具付きっていうのが結構メジャーで、だから本当に必要最低限暮らしで使うものは揃ってる状態やったんですよ。もちろんね、何もない物件もあるんですけど、日本やったらまず家具付きなんかないじゃないですか。でもオランダは結構家具付きっていうアパートがあって、この辺も多分 IKEA やと思うけど、一通り全部揃ってて、包丁類とかね、ナイフとフォークとか、まあ、僕はでも箸を持ってきて箸ばっかり使ってますけど、とかね、そうそうそう。で、あと鍋類もうこんなめっちゃいっぱい種類も元からあった IKEA のやつかな。で、冷蔵庫ね、あんまり綺麗じゃない冷蔵庫、そうが普通に、冷凍庫はこれだけ、お米がいっぱい今入ってる。で、電子レンジ兼オーブン、これね、一応レンジとしても使えるんですよ、超優秀で。この上がまた収納で、また薬とかなんかいろんなものが入ってきたらって感じで、ゴミ箱って感じかな。リビングは以上です。リビングです。次、他の部屋、ここはね、あ、ちょっとゴミ後から出そうと思ってる。ここがほらあれよ、さらに玄関につながる階段で、一応僕は土足禁止にしてるから、この辺に靴とか置いて、で、昨日めっちゃ時間かけてこの階段を掃除しました、埃がすごいから。そう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 、すごいね、天井も高いんだよね。そう、こんな感じで、このここがいわゆる玄関なんやけど、このさ、鏡もさ、あのオランダ人設定やからすごい高い位置にあって、ほら、でも結構これ使う、あの日焼け止め塗ったりとかするときとかいや、なんか立ちながら化粧水塗ったりとかするときに使う。位置が高いよね、でもね。で、あ、トイレにしよう。次、トイレね。ここまずトイレで、これはね、普通にユニットじゃなくって、そう、トイレとお風呂別の物件なんです、ここ珍しくね。そう、綺麗だよね。でさ、日本みたいに便器がし、なんていうの、ないんですよ。下にくっついてるわけじゃないから、これここはね、掃除めっちゃしやすい。そうで、このシューもさ、日本みたいなファブリーズみたいにこうやってすると思うやん。まあこれはそれできなくはないんやけど、威力弱くって、やっぱ日本の商品の方が良くって。で、これはさ、見て、これ縦にこう、わかります？意味、こう上にプシャーって出るんですよ。最初なんでと思って、ここから出るんじゃないんやと思ってびっくりした。口がここについてるんですよ。で、これトイレ掃除はね、しょっちゅうせんと汚くなるんですよ、こっち。なんなんやろ。だからトイレ掃除はしょっちゅうしてる。で、これは、ほら、スタンピングバブルみたいなやつ、あの、便器の中に、あの、ピンってするやつ。あの、ゼリーみたいなやつ。匂いと汚れ取りみたいな。これは地味にオランダでも売ってました。でもね、効果は若干ちょっとあるのかないのか微妙。っていうのがトイレでした。結構広い。でも、あの、それこそ座る位置がさ、高いんですよ。だから、ちょっとね、足が浮く。日本人からすると。そう。で、次、お風呂。お風呂も広いんだよね。じゃーん。
感じ。そう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 。でシャワーあって、シャワーもね、上これ使ってない上のやつと普通のシャワーね。でこれ IKEA でこっち来てあまりにもなんか不便やったから買ったラックなんですけど、これ超便利。ここにいろいろシャンプーとか洗顔とか入れてる。そうそうそう、あんまり綺麗じゃないから店とかとか。でここは謎のエリア、これもね、あったかくなるやつなんですよ。ていうか、え、ちょっと待って、あったかい、すでに。え、なんでこれね、スイッチとか別にないはずなんですよ。え、なんであったかいんやろ。え、なんでやろ、さっきスイッチ入れたからね。でこのラックも後で IKEA で買ったんですけど、もともとこれなくって、でもさ、いるやん、こういういっぱい入れるものが。まあ化粧水なんかこのエリアやばいんやけど、まあフロスとか洗顔とかワックス、あとこれ海外のボルト対応のドライヤー持ってきたやつ、あとこれ使えんかったシャワーたち、拭き取りパフみたいなやつ、あとここもね、すごいやっぱ汚れやすいんですよね、水場が、オランダは。だからその掃除用具とかカビのやつね、あとこれ何だっけ、保水。でも最近さ、またなんか僕肌が荒れてきて、何が原因かわかんないんですけど、なんか赤くなってきてて、肌がね。そうで、これなんかオイルとか、これイプサの化粧水だから、イプサを使うとやっぱ良くなるんで。でもね、あんまり残ってないんですよ。だからできるだけこっちで買えるやつを優先して使ってるんですけど、肌はちょっとね最近荒れてる。これはね、あのこっちでいいって評判の歯磨き粉、まだ病院に行けないんで、僕保険証がないから。だから一応ちょっと高いんですけど、これこの歯磨き粉使ってる。で、あとこれはビタミン C。 これさ、この間も紹介したボディショップのビタミン C オイルなんですけど、全然良くなかった正直レビューすると、なんかね、2回使うんですよ。もうなんかあまりにも効果が感じられないから。そう、これはリピートなしかな。悪くはないと思うんですよ。特別荒れることはないんやけど、でもいいってこともないから、2回つけてる、もったいないやんそれ。で、僕が以前使ってたこのブランドのやつは、もともとが高いけどセールで安くなってて、でこのビタミン C の美容液はめっちゃ良かったから、やっぱこっちの方がいい。どっちも 10% で一緒なんですけど。そう、あとこれヘアオイルもね、こっちすげえ乾燥するから使ってみたけど、まああんま効果なかったかな。でこれはこっちで買った化粧水で、これ拭き取り化粧水用のなんかビタミン C ニベアのやつで、あとこれね、このウェルダーのスキンフードもね、最初いいかなって思ったけど、別にそんなやったかな。うん、リピはせんかな。まあ、こっちで買うと安いっていうことやったからさ、買ってみたけど。で、普通にお風呂場はそんな感じ。ここもね、すっげえ広くって、一人暮らしにはもったいない。普通多分ね、このエリアぐらいしかないんですよ。このシャワーエリアぐらいしか、広さ的には。でもここね、その倍以上は広さがある。やっぱね、20万は妥当やとは思う。やっと思うけど、もっと安いとかあったら全然そこが良かった。で、次は寝室。こんな感じ。寝室もね、すごい広いんですよ。ちょっと電気消そう。つけようか。で、まあ、ここ、な、荷物、服、着たね。やろう。で、ここ、ちょっといろんな箱、なんか人に多分帰国するときに返すかなと思って、モニターとかプリンターの箱は取ってる。で、誰かに売ろうかなみたいな。で、このベッドはね、絶対ダブルぐらいはあるんですよ。で、寝心地はめっちゃいいけど、正直個人的にはもう全然寝つきが悪くって、こっちに来て未だに熟睡できたことがない。なんでかな。ちょっと今ね、枕カバー洗ってるんでつけてないけど、これ IKEA のやつだよね、このシーツ。なんかね、この部屋にか、なんかお化けがいるのかわからんけど、熱けんくて3、4時間して目が覚めるのをずっと繰り返す生活してる。しんどい。なんなんやろうか。
なんか寝れないんですよ、この部屋。で枕は、まあ、枕は慣れたんですけど、なんかね、この部屋が好きになれんくって、快適っぽいんですけど、ここもね、大きい窓がついてる。で今うるさいと思うけど、洗濯機を回してます。そう、ここにね、掃除機とかいろんなもんが入ってる。あの、一応乾燥機もついてるけど、値段、電気代かかりそうだから使ってない。で、これがね、衣装ダンス、衣装ケース、クローゼットなんですけど、まあ中そんな綺麗じゃないから、店のとこ。で、これ僕が日本にからオランダ来るときに使ったケースなんですけど、これ宮崎の古着屋で買ったんですよ。もう捨てるつもりで。で、あんま高いの買ったって、もうなかなか使うことないし、置き場所困るなと思って。で、古着屋巡りして、親と一緒に古着屋巡って、で、それで偶然見つけた。3000円か4000円ぐらいってめっちゃ安かったんですけど、これさ、ミチコロンドンって書いてんの。やばくない？ミチコロンドンやし。しかも多分めちゃくちゃ古いやつで、まあでもね、状態はいい。まあキャスター、この足のところやっぱり全然動きにくかったけど、まあね、使い捨てやし、やっぱ案の定ボロボロになったから、オランダ来るまでに。全然良かった、これで。で、全然硬いし、耐久力ある。そう、これを使ってきた。あとね、この辺汚いんですけど、段ボールに、買った電化製品のものとか、箱ね、やっぱ人にあげるかもしれんから捨ててないんですよ。で、これ一応全身鏡。この鏡でもほぼ使ってない。この部屋暗いからさ、あんまこの鏡見ないんだよね。っていう感じですかね。うん、でもね、やっぱ広いよね。そうそう、で、あれ加湿器別で買ったやつなんですけど、こっちすっげえ乾燥してるから、加湿器とリップ置いてる。これがないとマジで喉カラカラになって目が覚めるから。っていう感じ。ここが寝室でした。っていう感じかな。で、まあね、玄関ってここが玄関になるか。これフライングタイガーで買った、日本から来た友達も買った、可愛くないですか。玄関マット。もうさ、降りるとさ、ちょっと待って。まあ、言うて玄関って、ここ降りて、ここが玄関みたいな。ここでいつも荷物とか受け取るんですよ。でもここからさらに行って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 、前のデイリーの動画に載せたけど、本当の玄関はまた下にあるみたいな感じ。そう、ここが一応個別の入り口で、ここ開けたら隣の人のここにつながるみたいな感じで、一応隣人の入り口もすぐそこにある。で、たまにやっぱり隣人の人の生活みたいな聞こえるかな。でも基本的には、ね、気にならんって感じ、音は。だから防音もしっかりしてるんかなって感じですが、ルームツアーって感じかな。面白いんかこれ。以上でルームツアー終わります。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあバイバーイ。